仮想通貨業者のコインチェックからこのようなメールが届きました。仮想通貨であるモネロ、オーガ、ダッシュ、G キャッシュの取り扱いを廃止するというのです。しかも6月18日までに売るなり他の口座に移し替えるなどをしなければ勝手に売ってお金に変えるっつうんです。ひどくねこれ。 自分の場合はちょっとずつしか持ってなかったんで良かったですけれども、もしこれ高い時に買ってすごく保有してた人いたらどうなるんでしょうね。多分また訴訟とかそういうことになるでしょうね、これ。もう面倒だし、少しずつしか保有してないんで、この4つの仮想通貨に関しては売ってしまいました。これが G キャッシュで0.2なんで7000円ぐらい。これは0.1ダッシュなんで3900円ぐらい。これは1オーガなので5000円ちょっと。 これは0.5モネロなので1万円弱ですねこの4つの保有仮想通貨を売って25,000万5千円ぐらいになりましたちなみにこれは貸している仮想通貨アカウントの中の資産で28万円弱ありますで結論から言いますとコインチェックに100万円入れてそれがどうなったかっていう計算なんですけれどもこういう計算式になっておりまして現時点で11万7000円のマイナスになっています マイナスになってるのは自分の責任なんで別にいいんですけれどもコインチェックのこういうコロコロ方式を変えるのは本当やめてほしいですねまあコインチェックの最後まで見届けるつもりでいますのでもし何かまた変化がありましたらアップしますのでどうぞ登録の方をよろしくお願いいたします